ブリスベン、ブリスベンは、オーストラリア連邦クイーンズランド州南東部、サウスイースト、クイーンズランド地域に位置する州都、シドニー、メルボルンに次ぐオーストラリア第3の都市であり、オセアニア有数の世界都市。オーストラリア英語での発音は、ブリスベンであるが、ここでは、日本の外務省の表記に習った。現在ブリスベンとして知られている地域は、ヨーロッパ人が来るまで、 トレス海峡から移ってきた、原住民であるアボリジニーノと呼ばれる部族の人々が暮らしていた。彼らはこの地を、ミアンジン、棘のような形をした土地と呼んでいた。1823年、ジョン・オックスレイ率いる探検隊がモートン湾とブリスベン川周辺の航海を行った。ブリスベン川では、現在の市中心部から約2 0トル上流に、ある、 現在のグーナ地区にまで川を遡っている。1824年、ニューサウスウェールズ植民地政府は、現在のレッドクリフ地区のモートン湾に面する海岸に、流刑植民地を設立。しかしながらこの流刑地は1年で放棄され、安定した水の供給を求めて、南に位置するブリスベン川の半島、現在の市中心部に、流刑地を移動した。 1838年、一般のヨーロッパ人の入植が始まる。1840年、ロバート・ディクソンが、ブリスベン外の第一次開発プランを開始する。1859年6月、クイーンズランド州は、NSW 州より分割した植民地であると宣言し、ブリスベンを州都に決める。しかしながら正式に市として承認されるのは1902年であった。 1925年には20以上の地方自治体、行政区が合併し、オーブリスベン市を形成し、ブリスベン市役所が合併した地区の行政を行う。第二次世界大戦中には、ブリスベンには、アメリカ軍が駐屯し、連合国軍の太平洋南西部での活動の中心的な役割を担い、AMP ビルディング、現在のマッカーサーセントラルには連合国太平洋、司令官、 ダグラス・マッカーサーにより連合国軍太平洋司令部が置かれた。当時およそ100万人のアメリカ軍部隊がオーストラリアに駐屯し、太平洋南西部での行動の拠点となった。クイーンズランド大学のセントルシアキャンパスも最後の3年間は弊社になり、サウスブリスベンのセントローレンスカレッジも街の見晴らしが良いことで弊社になった。 その間グリーンスロープスで授業があった。ニューステッドハウスも戦時中にアメリカ軍によって使用されていた。1942年にオーストラリア兵とアメリカ兵が市内で争ったブリスベン騒乱事件が発生している。1974年には市内を流れるブリスベン川が氾濫を起こし川に隣接する地区は甚大な被害を受けた。 ブリスベン川は1864年、1893年、1897年にも氾濫を起こしており、74年の氾濫後、市は対策を施しそれ、以来現在まで氾濫は起きていない。これらの洪水により、被害を受けたブリスベンシティ植物園をマウントクーサのふもとに新たに植物園を建設した。1982年には、コモンウェルスゲームズ、 イギリス連邦競技大会が1988年には国際博覧会が開催され成功を収めた。2011年には再び大規模な洪水が起こり、郊外に甚大な被害をもたらした。現在国内外から移民を受け入れ、オーストラリアで最も人口増加率の高い都市の一つであり、急速に発展している。ブリスベンはオーストラリア、 クイーンズランド州の南東部に位置する。市街地はブリスベン川の半東部に位置し、東部のサバーブ、郊外はモートン湾沿いにまで広がる。また、ブリスベン大都市圏は、グレートディバイディング山脈の東部、モートン湾沿岸の氾濫源に広がる平野にある。この地域には、北部のカブルジャーから南部のビーンレイ、南西部のイプスウィッチなどが含まれる。ブリスベンには、 丘が多く、中央業務地区を含む、都市域は、標高約300メートルの空砂山や、より低いエノゲラヒルのような山を含むタイラー山地の、そのに位置している。また、ブリースベン周辺には、マウントグラベットや、トゥーイーズ山付近などの、標高約170メートルのピートリー山や、ハイゲートヒル、ステファンズ山、ホワイトヒルなど、市内に散在している。 市街地には多くの小川があり、洪水の危険性を増大させている。ブリスベン氏は植民地開港の1893年と1974年と2011年の3度の大洪水を経験している。特に記録的な洪水となったは、サイクロン湾ガが原因の一つとなっている。1974年のオーストラリアの日、 1974年1月26日から27日の前の約3週間大雨が続き、この結果、オックスレー、ブリンバ、ロックレア、クーパルー、トゥーオング、ニューファームなどのブリスベンの多くのサバーブに洪水による被害を出した。またブリスベンシティ植物園は水没し、この時にブリスベン側のシティ側にマングローブの新しい運落が形成された。では、 水位は1974年に達しなかったが、郊外を中心に、甚大な被害がもたらされた。ブリスベン中央業務地区は、ブリスベン川の半島部に位置する。中心業務地区は、約2 2トルである。中心街の道路名は、ハノーバーサの王室の名前に由来する。ビクトリア女王に敬意を表し名付けられた、クイーンストリートは、 ブリスベンの伝統的な中心街となっている。またクイーンストリートには歩行者専用道路となっている。クイーンストリートモールがあり、ショッピング街となっている。クイーンストリートに並行する道路名は女性王族の名前、アディレード、アリス、アン、シャーロット、エリザベス、マーガレット、メアリーにちなみ、またこれらに垂直に並ぶ通りは男性王族の名前、アルバート、エドワード、 ジョージ、ウィリアムに由来している。シティには1820年代に建設された歴史的な建築物が残っている。ウィッカム公園のオールドウィンドミルは1824年に受刑者により建てられ、ブリスベンに残っている建築物では最も古いものでる。オールドウィンドミルは穀物を引くために使われ、受刑者の刑罰として手動で製粉していた。また、 1934年4月に南半球で最初にテレビの試験放送を行った場所でもある。この実験的なテレビ報道は世界第二次大戦まで続けられた。1828年に受刑者により建てられたウィリアムストリートのコミッサリーストアは穀物倉庫として一部が使われており、移民者のホステルとしても使用され、また記録保管庫としても使われた。 カンガルーポイントクリフの近くのブリスベンタフ及びアルビオンパークレースコースのサガンで建てられ現在はブリスベン王立歴史協会の本部となっている博物館があるほか小規模の会合、式典などに貸し出されることがある。市の人口密度は1平方キロメートルあたり379.4人であり、これはオーストラリアでは高い方でありシドニーの人口密度に匹敵する。 しかしながら、多くの西洋の都市と同じようにブリスベンの人口は周辺域へと広がりつつある。初期の法律により居住ブロックの最小規模が定められ、その結果、ブリスベンに建築されたテラスハウスは少数に留まることとなった。近年では市お及び市ィ近郊の人口密度はアパートメントの建築により増加しており、その結果、 中心業務地区の人口は2004年6月から2009年6月の過去5年間で約2倍となり、シドニーやメルボルンとの差は縮まった。アパートメントのような居住者用アコモデーションは、ブリスベンでは比較的新しく、1970年以前はニューファームのようなシティ周辺のサバーブを除き、ツーブロックが建築されたに過ぎない。現在の密集した居住区は、 小規模の様式と呼ばれる伝統的な住居に由来している。1950年以前の住居は大きなベランダがあり高床式の木造住宅であるクイーンズランダー建築様式で建てられていた。現在は珍しくなっているが都市郊外でまだ見ることができる。これらクイーンズランダー様式の家は杭、スティルチクバとも呼ばれるにより高く持ち上がられる。この杭はもともとは 木材が使用されていたが、近年は、鉄筋やコンクリートが使用されることが多い。サウスイースト、クイーンズランド地域の材木の値段が、比較的安いのは、近年まで多くの住居が、ブロックや石材よりも、むしろ、木材で建築されることが多かったためである。現在、ブリスベンには200メートル以上の高さの建築物は2つある。最も高いのは、リッパリアンプラザであり、 250メートルの高さがある。またオーロラタワーは207メートルあり、屋上までの高さでは最も高い、リパリアンプラザは屋上までの高さは200メートル。しかし、現在建築されているソレイユ、屋上までの高さ243メートル及び、インフィニティタワー、屋上までの高さ36メートルに寄り越される予定である。 ブリスベンは、欠片の気候区分の温暖湿潤気候 CF に、属し、夏は湿度が高く暑くなり、冬は乾燥し温暖な気候である。11月から3月までは、雷雨がよくあり、また時折、激しい雨、風が伴うことがある。ブリスベンで記録された最高気温は1940年1月26日の摂氏43.2度である。また、 2007年7月19日には、ブリスベン空港で記録上初めて氷点下になり、低、摂取0.1度を記録した。2009年8月24日には、冬としては最も気温の高い摂取35.4度を記録している。最も降水のあった日は1887年1月21日で、あり、465ミ、mm、リメートルを記録し、この記録は、 オーストラリアの州都においても最大の記録である。ブリスベン及び周辺地域では2001年から2008年までの間、この100年間で最も記録的な干ばつがあり、2007年8月10日にはダム貯水量が16.9%にまで下がった。居住者は法律によりレベル6という高い水の供給制限を受け、庭や屋外での水の使用が制限された。 数とあたりの水の使用量は1日あたり140リットル以下に制限され、これは世界の他の欧米諸都市の中で最も低いものであった。2008年の初めにブリスベンの周辺ダムの貯水量は98%までに回復している。水の供給制限は1日1人あたり200リットルへと変更されたが、需要量は160リットルを上回ることは稀である。 ブリスベンにおいては、砂嵐はかなり珍しいが、2009年9月23日に起こった砂嵐においては、他のオーストラリア東部の都市と同様に、ブリスベンにおいても記録された。ブリスベンはまたサイクロンの影響を受ける地域でもあるが、ブリスベンにサイクロンが直接上陸することは稀である。2009年3月に熱帯性サイクロンのハーミッシュがブリスベン付近を通過し、 ブリスベンの北部の約 350km にわたり、傷跡を残したが、この時の最も大きな被害は、モートン湾で起きた座礁した船によって引き起こされたである。他のオーストラリアの州都とは違い、ブリスベン大都市圏の大部分はブリスベン市議会の下で統治されている。1925年にブリスベン市議会が創設されて以来、 ブリスベンの都市域は市の境界を越え広がり続けた。1925年以前はブリスベン地方自治議会により現在のブリスベンのインナーサバーブが統治されていた。ブリスベン市は人口及び予算の面でオーストラリアで最も大きな自治体である。1925年に20の小さな自治体が合併し、現在の市の面積は1376。 平方キロメートルとなった。市の2010年度年間予算は約3億5ドルであり、資産は約216億5ドルである。ブリスベン大都市圏は南部の北の南西のイプスウィッチ市東のなどを含む。2017年4月現在、ブリスベン市長はグラハムカーク。ブリスベンの経済は主に第2次、第3次産業の発展が顕著に見られる。 第二次産業では、西油、船内に役、製紙、金属加工術、クイーンズランド鉄道の鉄道工場などがあり、これらは、ブリスベン側の下流域や新しく建設された、都市周辺部の工業地帯に建設される傾向がある。第三次産業では、一般的に、市中心部の CBD に建設された、高層商業ビルや、近年作られた、近接郊外の商業団地で、IT、 金融サービス、高等教育、公共機関などが発展している。観光業は、ブリスベンへの観光だけではなく、クイーンズランド州の玄関口としても機能し、ブリスベンの重要な産業である。伝統的にブリスベンは、シドニーやメルボルンに本拠地を構える、大企業の支社支店が集中する、支店経済都市のような性質を持っている。 多様化を図るために1990年代後半から2000年代前半に、州政府はスマートステートキャンペーンを展開しクイーンズランド、特にブリスベンにあるのいくつかの生命工学、バイオテクノロジーとブリスベンの大学のリサーチ施設に投資した。イップスウィッチ、モートンベイ、ローガン、レッドランドなどを含むブリスベン大都市圏は人工統計学的に一つのコナベーションとされる。 2006年の国勢調査では、ブリスベン大都市圏には176万3131人が居住していることが記録された。ブリスベン大都市圏はオーストラリアで3番目に大きい都市圏である。オーストラリアの首都圏においては最も高い人口増加率を示し、2001年から2006年の人口増加率は年間平均2.2%であった。 年齢の中央値は35歳である。2006年の調査では、ブリスベンの人口の内オーストラリア先住民は1.7%、21.7%は海外生まれであり、国外生まれではニュージーランド、南アフリカ、イギリスで生まれたものが多かった。また、約16.1%の家庭が英語以外の言語を話し、内北京語が1.1%、 ベトナム語が0.9%、カント東ン語が0.9%、イタリア語が0.6%、サモア語が0.5%である。2006年の国勢調査では、ブリスベン市の人口は956,130人であった。このうちオーストラリア市民権所持者は806,379人、海外生まれは229,173人。 オーストラリア先住民は12,938人であった。また海外生まれのうち、英語圏出身者は97,168人、英語圏以外の出身者は132,005人であった。1987年まで、ブリスベン南部のサバーブのワコール、ウェイコールにワコール移民局があったため、ブリスベン南部に海外生まれ人口が多い地域が集中した。 2001年から2006年の間に、ブリスベン市の人口は8万9801人増加し、うち海外生まれの人口は3万1431人であり、かつ英語圏以外の出身者が2万1984人を占める。ブリスベン南部のサバーブであるは、東アジア出身者の多いサバーブの一つであり、41.5%が海外生まれである。 英語圏出身者別では、ニュージーランド、イギリス、英語圏以外では、中国本土、台湾、香港であった。ブリスベンは、オーストラリア国内で最も、台湾系移民が多い地域である。中華街のあるフォーティテュードバリーにおける、中国本土出身者の割合は1.6%で、あり、ブリスベンにおける、中国本土出身者に比べるとわずかに多いが、サニーバンクに比べると少ない。 サニーバンクには中国系レストランも多くあり、そのためサニーバンクとその周辺は本当の中華街、台湾街などと言われることがある。また、ベトナム人は南部のイナラ十四点三パーセント、海外出身者三三十点八パーセントやだらセント、同四十点八パーセント周辺に多い。インナサバーブ南部はギリシア人やイタリア人を中心に 南ヨーロッパ出身者が多い。シティ周辺には、セルビア人、ボスニア人、クロアチア人、インド人、パキスタン人、南アフリカ人、フィジー人などが多い。シティの旅行者に人気があるのは、2000年から2001年に、かけ回収したローマストリート公園、植民地時代から、ある植物園であるブリスベンシティ植物園、1988年世界。 万博の開催地であったサウスブリスベンにあるサウスバンク公園などである。旅行者も市民も同様に美しいブーゲンミリアの並ぶリバーサイドウォークウェイを季節を問わず歩き、音楽やアートフェスティバルに集う。主要なショッピングエリアは CBD、シティにあるやホーティキュードバリーにある中華街などが挙げられる。ブリスベン川沿いにはカンガルーポイントでは ロッククライミングやカッキングなどが楽しめる。また、マウントクーサにはシティを見渡せる、サミット展望台、マウントクーサ植物園、セントトーマスブリスベンプラネタリウムがある。世界で最も大きく古いコアラの保護区である、ローンパインコアラサンクチュアリもブリスベン市内の観光地として人気がある。キャッスルメイン、パーキンス XXXX ビールのミルトンの醸造所は、 月曜日から金曜日ツアーがある。ブリスベンには多くの歴史的、近代的建造物が建築されている。7つのテレビジョン放送局サービス。ブリスベンに本拠を置くスポーツチーム。多くの高等教育施設がブリスベン、または隣接地域内にキャンパスを置いている。参照、オーストラリアの大学一覧。ブリスベンは市内の交通網が よく発展しているとともに、州内各地、オーストラリア各州、海外などへの交通の拠点ともなっている。しかし、公共交通機関は、住民の移動手段としては、まだ不十分であり、個人所有の車による移動が大部分を占める。ブリースベン市内には、バス、鉄道及びフェリーの公共交通機関がある。バスは公営及び、民営の会社により運営されており、また、 電車やフェリーはブリスベン市により運営されている。ブリスベン中央商業地区はセントラル駅、ローマストリート駅、クイーンストリートバス駅などがハブ駅となり多くの公共交通機関の中心地となっている。ブリスベンのシティキャットは上流のクイーンズランド大学から下流のアポロロードまでを結ぶフェリーサービスであり、住人は元より観光客にもよく使われる交通機関である。また、 より近距離のフェリーサービスであるシティフェリーも運行されている。シティトレインは特にシティの西、北、東方面をカバーする鉄道路線であり、10路線が運営されている。エアトレインはシティとブリスベン空港をつなぐ民営の路線であり、官民共同で運営されている。2000年以降、バスの運行を円滑にするためにサウスイーストバスウェイや ノーザンバスウェイのようなバス専用道路を発展させてきた。このバス専用道路のため近年ではバスが渋滞に巻き込まれることは少なくなった。トランスリンクが発行するチケットやゴーカードは異なる公共交通機関の間で相互利用が可能である。クイーンズランド鉄道 QR の一機関であるトラベルトレインは州内各方面への長距離列車を運行している。 の機関であるカントリーリンクはシドニーへの長距離列車を運行している。これらはローマストリート駅に発着する。ブリスベン川は道路交通網の妨げとなっている。その結果、ブリスベン川を横切る十箇カ所の橋、歩行者専用などは除くが作られた。これはブリスベン市内の公共交通網の必要性を強めた。また、 三カ所の鉄道橋及び二カ所の歩行者専用橋がある。また、グリーンブリッジという別名でも知られるは、クイーンズランド大学とダットン公園を結ぶバス、歩行者及び自転車専用の橋である。により、複数のトンネルや橋の建設が計画されている。ブリースベン市議会により、シティーサイクルと呼ばれる自転車の貸し出しシステムが整備されており、2011年までに、 市内に150カ所のシティサイクル駅が整備され、最大2000台の自転車が市民の足として提供される予定である。ブリスベン川沿いには歩行者及びサイクリスト向けに、リバーウォークと呼ばれる歩道が整備されている。ブリスベンにはいくつかのフリーウェイが整備されている。は、南部のゴールドコーストとシティを結ぶ路線である。また、は、 ブリスベン南部のサバーブとイップスウィッチを結ぶ路線であり、ウェスタンフリーウェイ及びセンテナリーフリーウェイが、ブリスベン市内から、イップスウィッチモーターウェイへと接続している。一方、北部は我が主要道路となっている。ブルースハイウェイはケアンズまで約 1700km あるフリーウェイであり、大部分がクイーンズランド州の沿岸地帯を通っている。は、ブリスベン市街地を避け、 ゴールドコーストからを経由して、サンシャインコーストへと抜けるルートであり、有料道路である。ブリスベン港、モーターウェイは、ゲートウェイモーターウェイとブリスベン港を結ぶ道路であり、またインナーシティバイパスとリバーサイド高速道路は、市内の混雑を防ぐための環状線として、機能している。ブリスベンの急激な人口増加は、サウスイーストクイーンズランドの交通システムの懸念材料となっている。 州政府及びブリスベン市議会話のような交通網整備プロジェクトに資金を供給しならインフラストラクチャー計画を発展させてきた。特にトンネルやワイパス、公共交通機関の改善などをはじめ既存の道路網の改善及び拡張に力を注いできた。ブリスベン空港はブリスベンの主要な空港であり、オーストラリア国内ではシドニー空港、 メルボルン空港に次3番目に利用者の多い2008年から2009年までの利用者数は1850万人空港を出る。街の中心地の北東部に位置しており、市内から空港へはエアドレインと呼ばれる鉄道で接続されている。また、ブリスベン南部のサバーブであるアーチャーフィールドにアーチャーフィールド空港があり、ゼネラルアビエーション空港として機能している。 他に小規模の空港が、カブルチャート、レッドクリフに存在する。ブリスベンの姉妹都市の公式な一覧、リスト・オブ・シスター・シティーズ、英語、公式。日本政府、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。